はい、い、まあ、ポンこと関正幸でございます、えー、今回のお話はですねあの人生の俯瞰地図と、まあ、いうことで、まあ、お金と時間軸で、まあ、それをちょっとね、えーまあ、ある種のこう地図を作ってみて、えー、皆さんと一緒に、えー、考えてみたいと、えー、自分たちはどこから来て今どこにいてどこに向かっていこうかと。 そういうようなまあ大まかなねこう見通しを立てていくためにねちょっと作ってみましたということなんですけどもまあ早速の地図の方行きましょうかえー、あこっちじゃないねすいませんこっちではいえー、とですねこの縦軸ですあちょっと動いすいません、えー、編集ということで えー、そうですね、この、えー、と縦軸ですね、えー、このうーんちょっと待ってね、このこの縦軸を、緑の縦軸のえっ、ー、と上の方がお金、お金が満ちていると。でそして、えー、緑の、えー、こうまあ、軸の下の方がお,お金が不足している状態と。 ということで横の時間軸ありますよね。えー、これが右側がまああの満ちていると。えー、まあお金が満ちていると、えー、いうことですね。で左側が不足している状態ということですね。えー、いう形で、こう4つに仕切ると、えー、まあ4つのウィンドウが出てくると。まずま、この右上なんですけど、えー、お金もあるし、時間もあると。 えー、そして今度は、えー、左側の軸にあ、ウィンドウに行くと、お金はリッチなんだけれども、時間が不足している。時間プアだと。で、えー、今度左側、右の下行くと、お金もはプアなんだけど、時間はなんかあるということですね。で、えー、最後のこの、えー、左下ですね。お金もちょっとプアだし、時間もプアだと、まあ、いう話ですよね。 働けど働けど楽にならないということで、ね、貧乏暇なしと、まあ、こういう状態ですねここはね、えー、ここの状態なんですけれども、えー、まあ自分たちはどこから来て今どこにいてこうどう向かっていくかというお話なんですけれども。 まあちょっと最初一般的な話しましょうね。もう生まれてきた時どうですかって、もうお金関係ないですよねじ。まあただ時間ありますよね。まあ別にお金がない、お金なくても大丈夫ですから、まあまあ生まれた時はまあここ、ここなんでしょうね。お金、まあある種もお金も時間もあるということですよ。だんだん欲望が出てきますよね、お子供もね。そしてそうするとだんだん、このお金、まあ、が、 時間はあるんだけれども、こう、お金がないという状態ですね、えーまあ学。学生なんか、大学生なんかそうじゃないですかね、私なんかそうですね、まあ、いろいろの女の子にもモテたいわけですよ。で、だからまあ、こう、モテるためにはどうするか、えー、ね、あの、いろいろ、スポーツカーに乗って、 たらどうかとかねいろいろかっこいい服着たいとかで、ね、そういうの出てきますよだけどねあのだからね大学生の分際でね勉強したりねしてる中でまあ、そういうことはなかなかできませんまあただね私の、えー、学生の頃バブルの時でしたからで、ね、すまあそうじゃない人もたくさんいましたねあの要はお金もリッチで時間リッチの人もたくさんいましたけどねまあ、ただ私はここですでをまあ大体多くの人はそうだったんでしょうね、えー、まあ バブルの時でもね、あの、まあ、お金、学生でもね、お金プアで時間リッチ、ええー、まあ、あ時間だけあるということ。まあ、ただ大学生でもさ、あれだよね、バイトして、こう自分の学費稼いでたとかいう人って、こ、こ、こっちですよね。お金も時間もプアですよね。まあ、そういう人も中にたくさんいることはいましたよね。まあ、私恵まれたかもしれないよね。まだ時間がリッチただっけね。 まあ大体働き始めると、まあ、多くの人がこうなりますよね。まあ、こっちのお金も時間もプアになりますよ。まあ、初任給少ない中で、えー、でさらに仕事を覚えて仕事もやらされると、すごい、まあ、ハードにやらされますよね、若い頃はね。まあ、仕事を覚えるためにハードでこうたくさんやらなきゃいけないしね、そしてまだあの、まあ、結婚相手も見つけてというような話になってくると、えーまあ まあここでこのお金もね時間もプアですよ。で少ない給料の中でねなんとかやりくりしてね女の子デート誘ったりいろいろする人がいればまだいいんだけどね、まあ、で今のあれでね若い人ってそうじゃないのかもしれないですよね。まあ,、まあ、あの結婚はこのコスパが低いとかまあいうようなことを言って、まあねあのそのまあ、女の子も口説かないしとかいう方もいるからね。まあ、そうは で、まあ、まあそんな感じでまあなでねえっ、ー、とねこうまあそれでまた結婚していきますよねそうするとまあいろいろのローン組みますよとか、えー、いう話でここで子どもの教育費がかかりますよっていう話になってって多くの人が今ねここに 多くの人がね、なんていうかな、まあ、このお金も時間も、プアのこの世界に閉じ込められちゃうケースが、本当多々多くなってきてるんじゃないですか。ただね、この、一昔前は、まあ、大企業とか勤めてると、あれですね、こうえー、大企業とか勤めて、ここへ行けるんですよね。えー、まあ、出世していけば。 お金はリッチなんだけれども時間はぷわず週末は a、えー、まあねゴールフ接待ゴルフとかね行ったり、えー、家族とのまあめった日本の家族とのこの時間を過ごすことができないと、えー、家帰ってまあたまに家帰ってくるとこの子供を通すあなた誰とどこのおじさんみたいなことを言われてこのまった後の父親とかがこの家族の縁 とか薄いといととううよよなことがありましたよね今ちょっとそういうの,あのだんだん是正されてきてるのかもしれませんけれどもまあ一部の人はここ行く行けるんですよあのこっちのお金リッチ時間プワーと。でまあ一部の人がまたこう引退するとこの十分な退職金をもらったり本の年金をもらったりして、えー、お金、えー、お金時間リッチというふうになってくるということですね。えー また、ちょっとね、ごく一部の人なんですけれども、ごく一部の人なんですけれども、あれですね、えーこ、もう、この引退、皆さん、この普通の人は定年よりも前に、えーまあ、40代、まあ、中には30代、えー、とか、40代、えー、50代ぐらいでもう、 お金リッチ、時間リッチとかなる方もいらっしゃいますね。まあ私もね、なんですね、この42、43ぐらいでこっち、このお金リッチ、時間リッチと経験しましたね。えー、まあある程度ね、ほんの自分で事業やって、いろいろな投資をして、えー 投資してね、えー、あとこの従業員なんかも育ってま、まあ、あんまり私仕事自分が動かなくても良くなるような状態に、えー、なったことありますけどね 2, 2年か3年ぐらいね、まあ、ただねこれがまたあのいいかっていうとね、まあ、最初はいいんですけどねまあ、だんだんこの非常にこの精神的に、ね、うつになったりしましたんで、ね、あんまりここはねこのねまあ、必ずしもいいとは言えないんだよね、えーまあ えっとね、本当、まあ言うような形で、えー、まあただね、まあ問題はね、ここに一生閉じ込められる人、あの、いますよね。<laughs> えーまあ、人生って、まあいろんな本当、なんていうかな、こう、いろんな経験をつ積むべきなんですよね、多分ね。えー いろんな経験積むべきなんですよ。えー、まあ、ちょっといろいろ、な、な、何をやってんだ。えっ、ー、と、いろんな経験積んでいくべきなんですよ。だから,だからよ、できれば4つのエリア全部経験すればいいんだよね。えー、いうことなんですよね。4つのエリアを全部経験するべきなんだけど、なかなかそういうわけにはいかないという、いう話ですよ。 うーんで、まああれですね、この、ひょっとするとあれだよね、もう生まれて、教育熱心のうちに行くと、あれですよね、もういきなりほの、もう幼少期からもうここらへん行く人もいますよね。もうなんかじ、塾あの、もう、もう、小学校2、3年のうちから、もうこっから、もう、もうい、こう、自由な時間なくして、ほんの、この塾通いというか、あの、 なんていうかなこの習い事通いをずっとしてでそれで就職したら就職したで就職したら就職したらここでずっといてまあこっち行ければいいけどねまだこ,こういう風に行ければいいんだけどでもこうずっとここにいる人っていますよねこの時間プア、えー、お金プア時間プアっつうところにねずっといて他のところが経験できないほとんど。 えー、でこれ問題ですよね。でやはりね前も言ったけどじ人生っていろいろバリエーションいろいろ経験してみることですよ。えー、いうことでまあ,いあのこれちょっと俯瞰して自分はどこ行きたいのかということですよね。そういうのは見えてくるんじゃないかなと思いますね。でねやはりねこの自分がいる世界特にこの,このお金も時間も不足している 人たちもうなんか抜け出せないでこう絶望してる人も多いですよね。えー、だけどねそうじゃない人もいるんですよ。でこのこの時間、えー、プアお金プアの中でこうなんかせ政治にこう目覚めていくという人もいるしこのギャンブルに目覚めていくみたいな人もいるし、まあ、本当にもう絶望してこの淡々と生きていく。 まあただこの死ぬまで時間を待ってるみたいな人もいますけども、まあ、わかんでもねこのそうじゃない人もいるわけですよでそのところがこう当たり前になってるってのはよくないねで必ずこのそれ以上のところが必ずあるという希望をも持つこと必要ですよねまずそれ以外の世界があるっていうことに気,気づかなければ そこまずあどっかにあの必ずこうなんつうかなこう光る階段みたいなあるわけですよ、えー、こうなんかこう階段がどっかにあるわけですよ、えー、まあそれはあの人間関係だと思いますよ、えー、この今付き合ってる人たちの中にはないかもしれませんけれどもねえー、いうことで、えー、今どこにいて ど,どちらに向かおうとしてますでしょうかという、まあ、人生のマップということでお伝えしました。どうもありがとうございます。失礼します。